今日はですね、通販で買った天下一品ラーメン食べたいと思います。これ人様合います。でも全然うまいんで食べます。それでは行きますが、その前にこれはね、これは唐辛子味噌、これを追加していきます。このね、ニンニクがうまいんですよ。よし、 OK、 いくぞ。俺おもこってり濃厚すぎだよお前。ではいただきます。うん、うまいわ。チャーシュー、うまい。これ麺の量が多すぎたかな。店にさ、必ずこっちの材を頼むんですよ。店はね、遠いんですよ、いいから。だから通販で買って家で食べることをします。うまい、うまいな。補正スープはなんとかいいな。もう夏も行っちゃいましたね。早かったな。まあ行っちゃった夏もね、来るんですけど、小学校の頃、夏といえば、カツモツとか、クワガタをね、取りに行ってます。山に登って。その時にね、小学校の低学年から2年生か3年生後、山行ってカブトムシとしてたんですよ。そしたら、おじさんが現れて、お前ら、ハンビに噛まれたら大変だぞって言うんですよ。ハンビ、ハンビじゃないよ、それって。話を聞いたらね、ハンビじゃなくて、ハビ。で、結局、ハビって何なのってマムシのことだったんですよ。お前らマムシに噛まれるから気をつけないよっていうことで怒られたんですけど、ハンビっていうのは分からなかったな。うん、もう。おいしい、おいしくします。あ、もうたまらない、これうまいんだ、おい。忘れた、天下一品通販バージョンです。なんかね、天下一品大好きなんですよ。一番好きなラーメンだな、これ。うん、もうクリスマスなんもなかったんですよ。若い頃はね、夏といえば楽しみがいろいろあって、で、昔はもっと雷があったと思うんですよね。今年の夏の雷なんてそんなならなかったの。僕の白球に一人で嘘つきがいまして、
この間学校で作る景色で置いたら、男の人に雷が落ちたって言うんですよ。傘持ちで。雷がその傘に直撃して、んで、この指から火花が飛んで、でもその人はそのまま歩いてたって言うんですよ。お前嘘だろそれ。ないわそれ。って言ったんだけど、俺見たんだよ、見たんだよ。マジで見た。見学じゃないのって言ったんですけどね。嘘ばっかりついてましたからね、それさね。今日朝から病院に来まして、明日もまた朝から病院からあるんですよ。もう病院ばっかり。大変ですよ。このメンマとか、こういうのも、そうです。大丈夫ですよ。うまいです。うん、うまい。コロナもね、だいぶ収まってきましたね。やっぱり、予防接種が効いてるのかな。前は5000人とかありましたからね。やっぱりそういうのではね、まあ僕自身も既に接種を2回済ましてますので、これで効くならね、ありがたいなと思ってるんですけども好きな店あるんですけど、まあ同じぐらいかな。その日の気分によって食べたい方を食べるみたいな感じですね。最近ね、電車通勤してないんで、見てないんですけども、もうほとんどの駅に自動改札になりますよね。まさにね、あれが珍しかった頃、田舎の駅ではもう、駅員さんが切符切って改札するって感じの流れだったんですけども、初めてね、大阪に来たんかな。大阪でナンバー見たら、自動改札があって、初めて見たんで、わからん、わからん。これどうしたらいいか分からん。周りに人真似して、切符吸いて、まあ、時はバーンってしちゃって、走るわけなんですけども。あの仕組みがね、全然わからなくて、大人は普通に切符吸いが通れるんだろうけど、子供は子供料金で電車に乗るじゃないですか。で、改札も子供は子供の切符でバーンですけども、それじゃ分からなくて、どこで識別してんのかな。一度そのことで友人数人と論議したことがあるんですけども、その末に出た結果というのが、大人は「〇〇は入ってるじゃないですか。で、子供が〇〇がないんで、それをセンサーで読み取って、大人料金か子供料金を判別するんじゃないかっていう結論に至りまして。本当はよくわかりませんよ。鉄道関係の人なら知ってるかもしれないですよね。僕らの浅はか考えでは、そこに結論がいったわけなんですよね。そう考えると面白いですよね。まあですよ、この銃が。あーねえ。もう。インスタントラーメンとか食べるときは、汁まで飲み干さないんですけども。
天下一品だけは汁全部飲みます。たまらん。うまい、幸せ。もう麺食べちゃった、メンマがあった。病院に行ったのは循環器内科で、今現在肺の動脈は血栓が詰まっているわけなんですけども、それの検査で半年間様子見て、前回見た血液の結果と今日の血液の結果で対応を決めよう。肺の動脈が詰まってるのも怖いですし、頭のね、CC 画像を撮ると、腸の部分に血栓があって、脳梗塞を発症したらしいです。そういえばね、タバでして、受けられないことはあるんですよ。あの時に脳梗塞やったのかなと。持つんですよね。うまいわ、たまらん。これはあとこれだけ飲んでたら終わり。明日病院だ、俺歯医者。ニンニクたっぷり入れてたよ、やっぱ。まあ歯医者の先生ならいいんだけど、歯科衛生士さんの若いお姉さんがブラッシングしてくるんで、その時にニンニク臭かったら散らかるんだ、これは。まあ、しょうがないか、美味しいもん食べてるからね。完食でございます。非常に美味しかった。うわー、ニンニクがうまいなー。今日も美味しいご飯をいただきました。とっても満足でございます。また美味しいもの食べると思いますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではおやすみなさい。